日生劇場ピロティ劇場入り口オフィスロビー日生。劇場は東京都千代田区の日本生命日比谷ビルの中にある劇場である。完成時の座席数は1358、現在の座席数は1334となっている。重厚な外観と幻想的な内装を持つ建物として知られる。浅利慶や石原慎太郎らは、かねてから東グループ総帥の後藤に、 劇場の建設話を持ちかけていた。当初は渋谷の東急系映画館を改装するという程度の話だったが、同じ頃、日本生命保険が創業70周年を迎えたことを記念して劇場を作りたいとの構想を、広代現社長が後藤に打ち明けると、後藤は広代にアサリラを紹介した。こうして、若い芸術家たちの野心と、 スポンサーとしての広世の並々ならぬ尽力により生まれたのが日生劇場である。コケラ落としは1963年10月20日にベルリンドイツオペラを招いて行われた。その後は現代劇や歌舞伎、そしてオペラやミュージカルの公演などに使用された。1970年5月からは経営難を理由に自主制作から賢講や方式に変更され、 翌1971年には、後藤昇社長、浅利慶太、石原慎太郎両重役が退陣した。劇団四季が常設劇場を持つ前には当劇場での公演が多かったほか、腰地吹雪が1970年代当時、日本で最もチケットの入手が困難なステージの一つとも言われた、ロングリサイタルを長年にわたっていった。 また、沢田賢治がソロデビューの翌月1971年12月に初のリサイタルを開催したのも当劇場である。しかし、その卓越した音響効果は良すぎてクラシック音楽には向かないと言われており、実際、近年では著名オーケストラによる公演は行われていない。客席の中では12階に相当する。 グランドサークル席の人気が高く、早く売り切れることが多い。優れた舞台芸術を提供するとともに、その向上を図り、我が国の芸術文化の振興に寄与することを事業目的とし、日清劇場を拠点として運営者の公益財団法人、日清文化振興財団が様々な活動を行っている。日本生命日比谷ビル、日清劇場は建築家、 村の統合の代表作の一つで、1963年9月、春光。鉄骨鉄筋コンクリート造り8階建て、地下5階。オフィス部分と日清劇場から構成される複合ビルである。オフィス部分には、春光後、日本橋の東京日本生命館7.8階に位置した日本生命東京総局が移転してきた。なお、東京本部は、1987年に、 東方日比谷ビルへの移転を経て、2004年には丸の内をアゾ内に完成した日本生命、丸の内ビルに移転している。詳細は、日本生命施設を参照劇場の客席天井、壁は音響効果上、うねるような局面で構成されており、天井には2万枚ものアコヤ貝の貝殻が散りばめられている。建築界においては、花崗岩で仕上げた。 古典主義的な外観や小ヤ街を使った幻想的な内部空間などが当時の主流であったモダニズム建築の立場から反動的といった批判も受けたが、1964年には日本建築学会賞作品賞を受賞している。2006年には日本生命日比谷ビルと合わせてドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。ABC 日本生命90年史、P136、字の光の中で、あさりけいた、文春文庫、2009年1月10日、P153 財団事業概要劇場からのご案内。ありがとうございます。